キヨシノリサブレフリー小菅健続いてもランキング戦が組まれました。第2試合15分1本勝負、ランキング1位セイムシルトに挑むのは99年ネオブラッドトーナメント覇者箕輪郁久。さあ志倉さん、はい、志倉さん一番の注目のカードだということだったんですが、そうですね、これ入場のシーン見てどんな風に感じますか？いやー箕輪選手、いきなりカメラ目線をでしたよね、作るあたり本当に変わりましたよね、ただこうやって実際これ初めてですけど、向かい合うと改めてすごい差ですね、ものすごい差ですね。2メートル11センチに対峙するのは175センチ、はい、ここまで違うとはという感じですよね。改めて実感しましたね。いやバクさん本当にちょっと箕輪選手全然記憶でしてないですよね。そうですね、入場シーンからこう見てましたね、確かにいいんですよ本当に、まあ、今握手するシーンも箕輪がかなり手を上の方に上げるっていう感じでしたしね。うわ楽しみですね。さあまずおーっといきなりかましていった、見せてくれます箕輪。しかしこれはなんとか切っています。しかしここでしっかり上のポジションを取りたいのが箕輪。ここは、力の入らないバランスの取りにくいポジションになっています。セームシュルト福井さんいいですね。そうですね、かましてくれましたね。意表ついた攻撃なんで、どうすることもできなかったですね。ですね、はい、志倉さんこんな方法があったんですね。まさにそういうその通りのバランスですね、さあそしてしっかりサイドポジションを取っています。これを嫌って密着させようとするんですが、今度は、まあ、いつもシュルトがやるこう肘を使ったグリグリする攻撃、逆にやってますね今。そうですね、まあ、近藤選手がシュルト選手とやった時もこういう、やっぱりサイドポジションからこうずっとそうです、ね、上をずっと取り続けて勝ってしまいましたけど、はい、どういう作戦でこれからやるかですね。ですね、これバクさんやはり、はい、ある意味セームシュルトと、まあ、体格的にも戦い方的にも正反対のこの箕輪が何かやってくれるんじゃないかという期待ってありますよね。成長著しいところありますからね、箕輪選手がね。だからもう勝つチャンス十分に狙ってます。逆に狙ってます、逆に狙ってますね。ここで腕が伸ばせれば、あこれシュルトの右手を離れましたね。あしかしその体勢は戻されています。しかしまだ狙える、あちょっと分かんないですよ。ですね、はい、あこれ焦点打ってます。相当これ嫌ってますね。膝を使って箕輪の顔のあたりも踏みつけていくような形。さあここで伸ばせるか。まあ、渋谷選手同じような体勢だったんです。そうですね、残念ですね。しかしまだ三角ですね。ラフケさん仕掛けてますね。そうですね、このままでうまく試合ペースを運べれば思うんですけども、一回ブレイクだったりとかで立ってしまったら、さっきの起死回生でも意味がなくなってしまうんで、止めっていうのはやはり難しいですか。そうですね、はい、それ考えてればまた別なんですけど、さあ首を傾けていきます。するとやっぱりこの1回のチャンスで決めた方がいいですね。これやはりかなりそのゴング鳴ってすぐにっていうのは作戦であったのかもしれない。そうですね、多分狙ってると思いますね。フェースはもう見えですね今のところ ね、 そうですね。まあ、しかしその、6月の11日ですか、ベルシアとの戦いで前半戦攻めていたんですけど、これちょっとスタミナ切れなんでしょうかね。そんな感じが志倉さんあったように見えるんですが、まあでもだいぶやっぱり変わったというか、ネオグラッドでも大きく変わったと思います。そうですね、まあ、そのデータはそんなに見えないと思うんですけど、それにしてももうやっぱり精米だと当然足技を狙うと思いますよね。考えるんですけど、逆事情を狙ってもらえるんですかね。さあ今度逆に傘固めのような体勢がセーブシュート、これを切れば、この辺動き早い、シュートの隙を逃しません。低いタックル、これを内側から差し込むように嫌っています。そしてバックポジションを取ろうとするところ、でもタイミングはすごくよく逆十字三角締めと入ってますんで、で形に入りかけた時にセイムシュルト選手が小手を出してるんですよね。そうですよね、だからクラッチが外れるんで、そのをうまくかわしてタイミングが良ければ三角締めとか逆十字決まる可能性ありますよね。なるほど、はい、普通両手でクラッチしてゴールするんですけど、そうですよね、はい、そのシュルトはその抜け出すために小手打ってる。そうですね、それが今のところは成功してるんですけども、逆に箕輪選手はそれを予測して体勢を立て替えれば決まる可能性というのは出てきますね。もうある意味2個切らして骨が立つみたいな戦いでいけばということですね。はい、まあ、これまでいろんな専務の試合見てきてですね、はい、手足長くてですね、うまくエスケープ取って逃げてるシーンもこれまであったんですけども、そうですね、エスケープが禁止なんで、はい、これはもう有利ですね、その意味では。新ルールのバクさん、やっぱりこのダウンカウントがなくなったっていうので、はい、プラスの面もありますけど、はい、そのエスケープっていうのはやっぱり大きなポイントだと思いますね。そうですか。さあ上から箕輪のリストを握りながら焦点を落としていきます。
しかしここでナイル・ミノワではありません。あーっと2つミスを落としていきます。あーやはりそしてこのチョーク気味の攻撃ですね。しかさこれはちょっと怖いですね。ですね。あこれ今ちょっと焦点見てみても手が丸々、ああここからですね、 このまた三角締めですね、はい、さあここで焦点出してくるところがミノワに対してはチャンス。ネオブラッドトーナメントも1回戦2回戦と三角締めで決めています。これ三角締めが志村さん、ミノワのこれ箱って見てもいいですよね。そうなってきましたね、シュルト相手にこれ狙うっていうのはそうですね、やはり距離リーチですよね。ああ締めてますね。これ挟み込むように締めてるんですね。体重をうまく使ってプレッシャーをかけていきます。ミノはここから逃げ出す動きをするのか、それともまず防御に回っていくでしょうか。さあここで5分が経過しました。その間にもやはり常にプレッシャーを首にプレッシャーをかけ続けています。セルシュルト、あやっぱり苦しそうですね。やっぱりあの普通の人よりリーチが長い分やっぱり体重がうまく乗るんですね、首に。あなるほど、はい、だから普通の人よりかはやっぱり苦しいと思いますね、片手でやってるだけでも。そしてこれもありますよね。そうですね、首を固めにいく感じですよね、はい、皆さんやはりこれちょっと続けてもらってると。そうですね、あの試合が長引けばちょっと美濃選手のスタミナということで関してちょっと危なくなってきますね。そうですね、はい、これ美濃の頭を抱え込むようにして焦点を入れていきます。さあここをミノワの体を返すようにします。サイドポジションを取ろうというのか。ここから今朝固めの肩固めですね、ですね、肩固め入っています。そしてトップポジションも形成している。これは抜けました。あ下にこう抜けたんですしかしトップポジションまだ続いています。ミノワは半身の体勢、上から焦点を落としていく。あボディーパンチ、福さんやはりこの体勢逃れたいですね。そうですね、やっぱりあの予想している以上に伸びてくると思うんで、調停が伸びてくると思うんで、はい、ずっと下になっていればやっぱり危ないですね。なるほど、はい、しっかりこうディフェンスのためのリストも握る。あ今うまく避けましたね、バッカー。そうですね、でもまだあのうまく下からこうちゃんと見てるんで、大丈夫と思いますね。まだまだ見えてますね、今の想定も、はい、長く時間が長くなればちょっと。あしかしここでちょっと顔色が変わってきました、ミノワ。あこれ苦しいですね。さあそのまま絞っていく。あちょっと今タップのような腕の動きも見えます。しかしまだタップしない。いや粘ります。頑張ってほしいですね。いや表情は見え、形は完全ではないんですけど、やっぱりこの腕の長さってこのあの体重でかけられてるからかなり苦しいと思いますね。これ時間がかかっても体重なんでそんな疲れることないですから。そうですね、はい、あっと抜けました。しかしここで気を緩めると上から挑戦、ね、体勢は変わらないですからね。全然やはり今のピンチは変わってないですね。決してピンチは変わらないと思いますね。そしてこれもう嫌がらせのように何度も何度も来るんですね、この攻撃が。さあミノはまずこのポジションから抜け出したい。ちょっと呼吸的にもかなり苦しくなっているかもしれません。やっぱり無酸素状態みたいな感じってあったかもしれないですね。そうですね、やっぱりあの耐えてますんで、はい、かなり苦しかったと思いますね。ですね、はい、バクさん、この辺りもシュルトもでも大きな冒険はしてないですね。そうですね、今あの嫌がらせをいろいろやって、どっかいいところで、まあ、あの決めちゃおうっていう感じだろうと思うんですけど、ですね、どんなこんなしつこい性格だったかなっていう、ね、あそうですか、シュルト、まあ、大道塾からこのパンクラスに来て、はい、どういったことなんでしょうかね。そして再び肩固め、福さんこれどうですか。そうですね、これもさっきみたいにあのまだ完全ではないんですけど、やっぱりかなり苦しいと思いますね。ですね、で場所が場所なんで抜け出しにくいですか。そうですね、あシュルトこれ必死ですね。あこれ抜けました。しかし起き上がったらすぐに抜けたら、あっとこれ入れ替えるか。あこのまま裸締めが怖い。さあ入れ替わった、やりましたミノワ。さあここからミノワタイム。きましたね、そうですね、危ないと思ったんですけどです、ね、はい、やっぱり粘りましたね。見逃したみのありますね。ありますね。あ鼻血もちょっと見えてるようですね。さあ見逃ここから先ほどの我慢を爆発させてほしいところです。よく返しましたね、ここまで。しかしですね、福さんやはりこれ顔が遠いですねそうです、下からは届くんですよね。さあここでちょっと苦しい体勢ですね。首を固めながらポジションを戻していくのがセイムシュルト。あー再び戻されました、下になっていますミノワ。まだ片足は絡んでいます。
しかしその間にも伸びてくるのが翔平。ちょっとこれあっさり取らせすぎですかね。今あの三浦選手が足を取りに行ったんですけども、それにうまくついてこられて実際になってしまいましたね。石倉さん、このシュルトのグラウンドの対応っていうのも本当に上がっているんですね。そうですね、なんせ初対決ですから、やっぱり三浦選手としても実際に肌合わせたら、あ、ここまで長いのかとか、そういうやっぱり今ちょっと感じていることがあるかもしれないですね。ちょっと三浦に力がなくなっているようにも感じるんですが、ここで上からプレッシャー、体重自体もかけていきます。そしてサイドチョークの体勢、こんなでかい選手がこれだけ動けるっていうのもね、すごいことですよね。信じられないですよね。さあここでブレイク、ちょっと美濃はかなり苦しそうです。ここでひょっとするとスタンドで来るのかもしれません。セブシュルト、ちょっと怖い気がしますね。ですね、一発狙い、危ない、左入り、美濃はこの入るタイミング狙っています。ローキック、これで崩れるようにしながらも、しかし足に食らいついていきます。ちょっと美濃としては背中を向けてしまっています。福さん、苦しそうですね。そうですね、やっぱり下になっている時間が少し長かったんで、それでかなりスタミナを消耗したという感じですね。そうですか、はい。これでもバクさん、シュートの方はそんなにスタンドで行こうという感じでもなかったようにも見えますね。どうですかね、今蹴り行ったところうまく足を取って、美濃選手が寝技に持ち込んだというところで、シュートはもう少し立ってやりたかったんじゃないかなという気がするんですけど。そう思いますよ。そうですか。まあ、その前回の稲垣戦もやはりこうなってもすぐに立ち上がりましたよね。シュート自ら、まあ、皆さんのダウンみたいな感じで倒れてしまったんで、そのまま行ったっていう感じなんで、立ってやりたいと思うんですけど、最初、箕輪選手が意表をついた攻撃をやったんで、多分もしかしたらそれを警戒していたのかもわからないですね。そうですか。シュート選手の方が一つかましておくと、ここまで引っ張ってる可能性も、なんか次またやってくるんじゃないかなっていうのがあったと思うんですよね。なるほど。だから多分前蹴り出したと思うんですよ。普通の小手とかやったらタックル入られやすいんで、前蹴りだとちょうどうまく入ってくるところにカウンターで、当たる可能性もあるんで、なるほど。だから前蹴り出したんだと思いますね。距離を取りながら体勢崩れないような戦い方をしたということですか。何回やられてもこの対応できるような、打撃を出したと思いますね。なるほど、はい、石倉さん、すごい読み合いですね。あるんですね。そう考えると、まあ、しかしちょっと心配なのが箕輪のスタミナです。しかしこれ上乗ってるだけでもう攻撃ですよ ですよね。本当に人間狂気って言ってもいいですよね。こんだけでかい体で腹筋が割れてるっていうのがすごいですね。なるほど、普通なんか多少脂肪ついててもおかしくない大きさなんですけど。ですよね、完全にもう全身の筋肉カット出てますからね。はい、ウエイトの靴もその体が合わないですよね。その合わないって言ってましたね。あ、そうですか。やはり恐るべしセブシュートといったところなんでしょうか。しかし箕輪も果敢に攻めています。石倉さん、この箕輪という選手はいい意味でこのある意味相手をこう見なくて自分の戦いしかしないっていう部分も今まで感じてたんですが。そうですね、今徹底しているというか、本当怖いものなしっていうか、そういうものを感じますよね。ですね、やっぱり一番の今良さってのはやっぱりしつこさだと思うんで、どんな差しから見て分かるように、どんな状況になっても決して諦めないというか、すごいしつこさがあったと思うので、それは見えてますよね。それがまたあの性能してしつこくさせたと思うんですよね。なるほど。ただそのしつこさがちょっとこうなくなってくると怖いかなって、まあ、ちょっとそれを少し感じてきてはいるんですけど。そうですね、やっぱこの前のネオブラッドトーナメントで優勝したっていう自信がかなり、プラスになってると思いますね。あ、そうですか。はい、もしかしたらそれまでの箕輪選手だったら今までの何回かの方々目で諦めてたかもわかんないですね。そうですね、今も、はい、まあ、先ほども一応手がこう上がりかけたことはありましたよ ね、はい、しかしここまで耐えています。さあブレイク、残り時間は1分30秒ほどになっています。こう立ち上がってからですね、お互いどう出るかですね。ですね、注目のスタンドですね。ここでシュルトがよく粘りましたね。ですね、耐えています。ああ、やはりこれも警戒しているようですね。そうですね、やっぱり入られるのが嫌ってるんで前蹴り出してると思うんですよね。ですね、はい、さあ逆に言うと箕輪もこれ入るのはかなり勇気いりますね。さあ低いタックル、しかし潰されています。しっかり切られてしまっています。いや、この試合時間切れはないと思ったんですけど、よく粘りましたね。ですね、
これある意味いい意味ですごいスタミナですね。ここまでこの戦いしながらこのスタミナですから、ね、両方ともスタミナですよ。両方ともすごいですね。すごいですよ、シュートって普通攻撃的選手だったら自分の体重に負けてねどんどんこうスタミナなくなってくるんですけど、そうですね、まあ、痩せてて筋肉質でその分あの普通の大きい選手と比較しちゃいけないのかもしれませんけど、それにしてもやっぱりシュート選手のスタミナすごいしです、ね、それとずっとやってるあの美濃選手のスタミナもなえないですよね。バクさん、このシュルトの今までの戦いの中でもかなり苦戦してる、苦戦っていうかかなりこうね、もういつもこれで決まってたのにっていう感じあると思いますよ、シュルト選手も。そうですね。さあ残り時間30秒。ミノワの気持ちは全くなえることを知りません。ここでトップポジション、シュルトも攻め手が少なくなっています。どの攻撃を出してもギブアップしてくれないのがミノワ。サイで変わる、最後の一つ何かあるのか。ミノワ選手がちょうど反転したところをうまく上から腕を入れて残り時間10秒してますね。なるほど、はい、さあ残り時間10秒切りました。さあここはやはり攻められるのはシュルトの方です。シュルト一つ狙っているのか。しかしシュルトの方もかなりスタミナ的にも辛い。ここでロングです。なんと第2試合セーブシュルト対ミノワの試合は判定にも連れ込むこととなりました。いや、シクラさん、ミノワ初のチャレンジ、しかもセーブシュルト相手にいきなり、時間切れっていうのに持ち込んだだけでもすごいと思います。すごいですね。もうランキング1位の選手と、ネオブラッドトーナメントあの出身のね、初の試合でこれっていうのは大きい星だと思いますね。さあこれ、まあ、判定の方も気になるんですが、あ、かなりミノワの方は苦しいようですね。相当疲れています。さあ今ジャッジが集計されているんですが、シュルトの方もちょっとやられたなっていうぐらいの表情ですね。これはそうですね、なんか今のニヤリはどんな意味があるんでしょうね。これ引き分けになっちゃったなっていう、そのです、ね、本人は1本取るつもりでね、多分あのこの試合に臨んだと思うんですけど、ですよね、まあ、このあたりこれ最後の方ですかね、何回か、攻めかけていたんですが、これも惜しかったですね、シュルトとしては。そうですね、予想以上にやられたなというですね、シュルトとしてはあると思いますけど。さあジャッジを聞きましょう。30対27赤セームシュルト、1人目はセームシュルト。サブレフリー小菅、30対27赤セームシュルト、2人目もセームシュルトということになりました。赤セームシュルト、沖のように3対0、まあ、判定では結果的にセームシュルトが